はい、こんにちは、酒井です。 YouTube を使って、まあ、収入を得る方法としてはですね、やっぱり広告収入ってあると思うんですよ。でもう一つメジャーなのが企業案件ね。企業がですね、まあ、自社の商品とかサービスをそのプロモーション、その広告っていうのを YouTuber にお願いするっていうもので、まあ、例えば食べ物とかね、まあ、電化製品とか、まあよくあるカメラとかね、あとはマッサージっていう、その実際お店に行ってそういうサービスを体験してとかね、こう例えば毛をね、例えばアデランスとかね、まあそういった本当にいろいろあります。あとアプリとかね、ね、実際アプリを使ってみての感想を言ってくださいみたいな、本当にいろいろあります、企業から依頼される案件っていうのは。で、皆さんの中にもその企業案件をやってみたいなと考えている方もいるんじゃないでしょうかね。で、今回はその企業案件を依頼されるための条件っていうのをちょっとお伝えします。で、これはですね、絶対こうしないと来ませんっていうわけじゃなくてですね、まあ、今回の動画を作るにあたって、まあ、実際にYouTuber の方に案件を出されている企業の方とか、まあ、実際依頼を考えている担当者の方に、まあ、こういった方にならお願いしたいなというふうな形のことを聞いてきました。全部でですね、まあ、15社だって15名から20名ぐらいの方に聞いてきましたので、ぜひね、ちょっと参考にしていただければなと思います。全部でですね、5つあります。特に、まあ、これやっといた方がいいですよとか、まあ、こういう人だったら依頼したいなっていう中でやっぱ多かったものの、もうベスト5ね、ベスト5っていうのをちょっとお伝えしていきますね。まず一つ目はですね、やっぱり動画の平均再生回数、まあ要するに動画をアップするために毎回どれぐらいの人が見てくれるんかなと。で、やっぱり企業の方言ってるのは、やはりね、やっぱ最低でも1000回は欲しいって言ってました。コンスタントに1000回。でも1万回とかやっぱり何も、例えば有名なね、YouTuber の方だと絶対10万回、100万回とか行く人いるじゃないですか。まあいろいろあるんですけど、やっぱり1万回とかぐらいやっぱ欲しいと言ってます。そのいろんなジャンルはありますけどね。で、最低でもやっぱりね、会えば1000回ぐらい。ね。まあ、それぐらいね、回ってて欲しいなと言ってます。で、あんまり少ないとね、そもそも見てくれてないってことなんで、やっぱそこね、大事だと思います。で、二つ目はですね、ちゃんと定期的に更新しているかなんですよ。で、理想はやっぱり毎日。ね。で、出なくても最低でもやっぱり週に2本とか3本ぐらいっていうのは投稿してくれてると安心するそうです。要するに企業は仕事として依頼するし、やっぱそこにお金も発生します。いくらでお願いとか、実際この商品提供するタダで差し上げますんで作ってくださいとかね。やっぱ何か発生するんですよ。で、その方が、まあ、これから登録者が増えて人気 YouTuber になったりするとですね、当然その過去の動画、ね。例えば、今、僕登録者1万人ですけど、僕がこの後どんどん伸びて10万人とか100万人になったとしたら、要するに、まあ、未来のことも考えて、今お願いしてたりもするんですよね。ね。当然、その過去の僕が例えば作った動画なんかが注目されて、そこからまた再生回数が増えるっていうね、そういう機会も増えるんですよ。できれば、ちゃんと、まあ、仕事として、きちんと責任感を持って、この YouTuber っていう活動してる人にお願いしたいなと。やっぱりね、締め切りとかもあるし、こちらも仕事としてお願いしてるのでね、やっぱそういうところも大事だと思います。気分次第で投稿したりしていると、やっぱちょっとね、頼みづらいようですね。はい。そしてですね、三つ目はですね、チャンネル登録者と実際に紹介する商品のターゲット層が同じかどうかなんですよ。まあ要するに、その人の動画を見た人が実際に購入を検討してくれるのか、もしくは購入してくれるのかっていうところですよね。まあ、例えば40代の男性向けの、こう、例えば育毛剤を紹介してほしくてですね、まあ、例えば40代の人気 YouTuber に依頼したんですよ。でもですね、まあ、その人が投稿してる動画っていうのが、例えば任天堂とかのゲーム、例えばスプラトゥーンとかのゲームだったりとか、あとアプリ、10代から30代の人が、そのメインターゲット層の動画を結構アップしてたりするんですよ。となると、その10代から30代の男女って、育毛剤ってそこまで気にならないですよね。10代、20代なんかね、まだふさふさだしね。なので、やっぱりそうなるとやっぱ相性が悪いというか、っていうことになるんですよ。なので、自分の視聴者の年齢層とか性別、そして属性っていうのをやっぱ知っておくとやっぱ大事です。例えば私だと、もう動画の作り方とか、まあ、YouTube の設定ですよね。もうそういう発信しかしてないので、チャンネル登録者1万人のうちの属性とか、例えばその好みっていうと、もう動画を作りたいとか、YouTube でなんとかうまいことやりたいとか、まあそういったですね、まあ、YouTuber、初心者の YouTuber、というのがほとんどになるわけなんですよ。そうなると、例えば、こんなカメラいいですよとか、まあ、例えばこういう風なスタビライザー使うといいですよとか、あと編集ソフトってこんなん使いませんかみたいなことで、企業の方も、じゃあ何を PR できるかが分かりやすいんですよね、非常にね。で、実際に僕がこれまで動画で進めたものを、例えば購入してくれて、すごい使いやすかったですっていう感想をいただいているものもあったりします。ね。で、実際に私のところにもそういう案件来ます。ちょっと今ですね、こういうほら、スタビライザーとかの案件もちょっと来てたりもするんですけど、で、やっぱり理由を聞くとですね、自分たちが持ってる商品と、酒井さんのチャンネルの視聴者の相性が非常にいいから、ぜひ紹介してほしいと、っていうふうなお話を聞きます。ね。つまり、企業案件の依頼が欲しいと思ったら、企業の方が見たときに、あ、
これって何のチャンネルでこういう人がきっと見てるんだな、どんな人が見てるんだなっていうのがやっぱり分かりやすくなってないとね、やっぱちょっとねきついんかなと思います。つまり企業案件が欲しいなと、そういう依頼が来て欲しいなと思ったらですね、やはり企業の方がパッとあなたのチャンネルを見た時に、あ、これは何のチャンネルでどんな人が見てるんだなっていうのがやっぱり一発でね分からないと、やっぱり企業の人も判断しづらいです。テーマを持たずに自分の興味のあることを発信してる人っていうのは、企業から見たらちょっとね、どんなチャンネルかって概要がやっぱ把握しづらい。そしてどんな人が見てるか、この人のファンですね、どんな人がファンなのかっていうのはやっぱりねちょっとね分かりづらいっていう風なチャンネルになっていますね。そして続いてね、4つ目はですね、これまでに似たような商品とかサービスを紹介しているか、要するに前例があるかなんですよ。例えば私が企業案件を依頼しようと、まあ私が例えば企業側としてですね、このうちの可愛い商品を紹介してもらおうかなと思った時に、やはり気になるのがどんな感じに仕上がるかなんですよ。なので、例えばこの人の過去の動画にそんな感じの雰囲気がわかるものがないかなってやっぱ調べたりします。なので逆に考えるとですね、もし企業案件が欲しいかなと思ったら、自分がやりたいジャンルの商品のレビュー動画をもう作ってしまえばいいんですよ、自分で。ね。そうすれば企業の人も判断しやすくなるし、あ、この人やっぱこれできるなと。そのトーク力とかトークスキルっていうのをやっぱり把握するっていう意味でもすごく有効な方法ですね。この実際にレビュー動画作るっていうのはね。最後の5つ目がですね、行儀がいいかなんですよ。ね。まあ、要するに、炎上する可能性がないかとか、動画の中に、その、企業イメージに不適切なものがないかどうかなんですよね。例えば、特定の個人とか、団体なんかを攻撃するような物申す系の動画とかあるじゃないですか。例えば、ニュースのこれ見たけど、あいつどうかしてるぞとかいうふうに、その、結構いるんですよね、そういう方ね。で、あとはですね、まあ、そういった動画を上げるせいでですね、コメント欄が荒れているかどうかなんですよ。ね。例えば、その、誰か、その、視聴者と喧嘩してるかですよね。なんか例えば面白くねえを貸すっていう、そのちょっとしたアンチコメントで無視か削除すればいいのに、うるせえとかいう風に反論していて、そのコメント欄がちゃんとしてないっていう場合があるんですよね。ちゃんと運営されてないとかね、管理されてないっていう場合あるんですよ。やっぱそういうの見ると企業の人も大丈夫かなこの人ってやっぱ思うらしいんですよね。まあ確かに自分のところの可愛い商品とかサービスを預けて PR してもらうわけなので、まあ変な人に変な紹介のされ方をしたりすると、下手するとその商品にまで影響が出るかもしれないんですよね。で、企業としてやっぱりね、この5つ目、この行儀がいいかどうか、この人大丈夫かなっていうところをやっぱ気にしてるんですよ。だから再生回数が例えばすごい回ってて、商品とその視聴者との相性が良かったとしても、やっぱり行儀が悪い人っていうのは、やっぱり頼まないって言ってました。それくらい依頼する企業としては、YouTuber 本人のイメージっていうのをやっぱ気にしてるんですよ。なんでね、ちょっとそこら辺をね、気をつけてもらえばなと思います。ということでですね、企業案件を依頼されるためのね、条件5つご紹介させていただきました。で、よく考えたらこれってね、テレビコマーシャルのタレントの採用基準とね、一緒なんですよ。まあ、こういうタレントを使えばこういう人に響いて商品買えるかなとか、興味持ってくれるかなっていうのと一緒ですよね。まあ、こういうタレントを使えばきっとこのタレントさんのファンである層がやっぱ商品の購入者層と似てるからやっぱり購入してくれるのかなとか、ね。できればスキャンダルがない人がいいよね、みたいなね。やっぱそういうこと考えるんですよ。芸能界でもやっぱりスキャンダルでテレビが出演できなくなって CM 会社に違約金を払ったみたいな話結構聞きますよね。本当に2ヶ月に1回ぐらいやっぱそういう話題出るんじゃないかなと思います。なので YouTuber の企業案件も実は一緒なんですよ。テレビ CM と同じ。やっぱりクリーンな人とか、わかりやすい人ですよね。あ、この人ここに人気あるんだとか、この人はこういう人だから、こういう風な CM がいいかなとか、やっぱあるんですよね。なので、やっぱり企業案件も視野に入れてる人っていうのは、ぜひ、そう、企業が喜んで依頼してくれるようなチャンネル作りっていうのを、ちょっと心がけていってください。はい。ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。私が主催するオンラインの相談会とかリアルオフ会、YouTube ライブなどの情報は、LINE で限定的に配信しています。なのでですね、まあ、今回の動画以上に役立つ情報が欲しいとか、YouTube でもっともっと伸びていきたいなというふうに考えの方がいましたらですね、ぜひ動画説明欄から LINE に登録していただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice movie!